捕獲とわーす。はい。ちょっと早かったですね。<laughs> ごめ<ん>時刻は6時を回りました。今週も捕獲とわーずのお時間でございます。皆さん、こんにちは。こんにちは。沖縄市議会議員の中曽根誠です。よろしくお願いいたします。そして、廃彩愚水用中華ナびら、えー、同じく沖縄市議会議員の加え直也です。 今週もよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。司会、えー、進行を務めます、FM コ座の山内です。今週も始まりました、捕獲問わずでございます。沖縄市中央パークアベニュー入り口、うん、FM コ座のスタジオより、この後7時まで生放送でお送りします。この番組は、保守系議員、えー、中曽根誠さんと、はい、革新系議員、えー、桑井直也さんによる、 沖縄市捕獲ををえてですね沖縄市をもっとよくしていこうという趣旨のもと、えー、やっている番組です。今年で3年目、もうすぐ丸3年を迎えます。捕獲問わず。はい、捕獲問わずで、捕獲問わずでございます、上田さん。なるほど。そうだったんだた、ね。<laughs> はい、いつがあるんですかああ、すいません。<laughs> うん 番組がいつもマイナス <laughs> 3年4年5年と10年です十年とはい、はい、この番組はですね本当に FM 小ザだからできる お二人がいるからできる番組でございます。皆さんぜひぜひ、その、貴重なですね、ご意見、ご感想を聞かせていただきたいと思います。メールアドレスは、7 6 1 a m k f m c o z a j p 7 6 1 a m k f m c o z a j p でございます。そして、f m コザでは、えー、you stream とツイキャスで映像と音声をネット配信しております。そちらもですね、f m コザのホームページから、 え、簡単に見ることができます。そしてですね、えー、そちらから簡単にコメントとかも、えー、できます。絡めますので、<laughs> ぜひよろしくお願いします。タバさん、<laughs> ハイサイト来てますね。そして、三毛猫好きな犬さん、こんにちは。はい、ということで、今日はですね、えー、皆さん、実は、沖縄市の新しい副市長を招いて、<ー>はい。えー、すごいね。そうです。後ほど紹介しますね、うん、上田さん。はい、で、あのー、確か、 あれですよね。初登場。こちらこちら。他は出てるというのはもういいです。忘れて。はい。ラジオ初登場でございます。ということで。ということで。よろしくお願いします。じゃあ、まず、えっとですね、ちょっと紹介、本格的に紹介する前に、お二人の一週間振り返りたいんですけども。じゃあ、まだ、手帳を見ている直江さん。まあ、そうですね。はい。あの、まあ、ちょっと、 子供の日も、まあ、重なってましたので。はい。まあ、ちょっと、子供と公園に行ったりしたのかなすごい。いいね。すごい。あの、選挙戦のさなか。いいですね。すごい言いにくかったんだけど、今。まあ、でもね、一日ぐらいはね、なるほど。しっかり。ちょっと、実は子供が、ちょっと、蝶炎にかかっていて、まあそれでちょっと、あの、しばらく動け、動けないというか、あの、まあ、元気になってね、ちょっと子供を、 あの、まあ、ストレスがたまらないようにというか。なるほど。ちょっと、外に連れ出したんですけども。まあ、その、なるほど。4日後ぐらいに私も腸炎になりました。<laughs> ちょっと痩せたかな <laughs> 痩せたよりも何よりも。あ、黒くなってる。黒くなってますな。なんで腸炎で黒くなるのあ、いやいやい炎では黒くなってないですよ。<laughs> <laughs> <laughs> そ炎 <laughs> ではないですけども。<laughs> うん、はい。まあ。じゃあ、お子さんと公園とか行っても、その黒くなったって感じですかね。そうまあ、野外活動も多いので、私のも。はい。はい、まあ、いろいろな。 まあちょうどねまあ六月五日があの県議会議員選挙もありますのでその準備であったりですねいろいろ今応援出ますはい以上です以上はいでは色の白山宏さんいやあの僕もちゃんと出てますよもでも最近はずっと本当に選挙絡みが多くてですねはいはいはいなんか取り立てて報告することがない感じあそうなんですかあのはいもう毎日まあ講演会とか これはいいんまあまあ支持者の方々とお会いしてですね挨拶さ回りとうとうやってまして結局僕はゴールデンウィークは全然子供と遊べなかったのが反省材料ですねなるほど大変ですねいつもどっか行こうって言われたんですけど今日もごめんねと感じであらあらはい大変ですね選挙終わったらいっぱい遊びます皆さん 不思議の皆さんはですねやっぱお忙しくてなかなか家庭を顧みれない感じですがこれはもうしょうがないですねはいという感じで、えーはい、この後ですね、えー、CM を挟んでいよいよ新しい副市長登場していただきます、はい、もう若くて僕びっくりしたんですけど、うん、はい、えー、皆さんぜひぜひお楽しみにしてくださいそれでは一旦 CM 聞いてください はあはあ、これ聞いたらダメとかあります<え> <laughs> ダメな話とかですかでも今ツイキャス流れてますからね。今ネットで流れてますんで、うん、CM の間も。適当にはい。ダメな質問はダメって言ってください。こんなん出るんですね。 事例ははあのかなな沖縄市は知らないでですすねねそう今までではないですよね何民間何あ別に民間を誰っていう定義するかっていうのはありますけどね。 今の、ね、中本副市長にしたって一旦職務を行ったらなってるそうそうそうああまあそうだねだ厳密に言うとね,うね通常民間登用じゃないあ<の>まあ民間登用になってるんじゃないかなまあ,あの扱いは結局さうう、ね、あ結局、うん、突き詰めたらね詰めたら、ね、<laughs> あれは天眼さん天眼さん何誰あの観光振興そのですよね

時刻は六、えー、時八分を回ったところでございます沖縄市中央パークアベニュー入り口 FM 河口座のスタジオより捕獲問わずお送りしておりますこの後七時まで生放送でお送りしますよろしくお願いしますなんか今日丁寧にしゃべるね副市長が来てますからそれは丁寧にもなりますね、えー、も,もっと噛むんですよあ、そうなんですね、うん、<laughs> はいということで、えー、後半はですね早速 まずは自己紹介からお願いします。はい、えー、上田弘次と申します。はい、えー、何を言ったんですか。出身はですね、はい、あの地震でえちょっと今危険なことになってます熊本県。うん、<で>あ、で、八代市っていう南の方のまあ、第二のお町っていうんですかね。はい。えの出身でして、うんうん、えー、まああの大学から東京に行きまして。はい。 もともと中学校から愛媛県の方に男子校で6年間寮生活という真っ暗な青春を送りまして男子校つらいですねそうですね <laughs> 大丈夫でした<笑><笑>いやあの泳、ー、は本当に早く6年間終わってくれないかなと思ってましたけども<笑><笑>、ね、なんか男子校といえばもういろんな悩みみたいなのが俺は <laughs> 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 強力だよ <laughs>、うんね、<笑><笑>すいません <laughs> はい、はい そうですねで、まあ、大学入って、はいでまあ、平成16年、2004年ですか、うん、総務省に入りまして、出ましたで滋賀県に行ったり、はい、徳島市に行ったり、うん、まあもちろんあの東京で働いたりもしまして、はいえー、この4月1日からあ沖縄市の方に着任をしたというところです、うん。なるほど、副市長ということで、いろいろと話を伺っていきたいんですが。はい えー、コメントでも質問が来てますね、めげ猫好きな犬さん、本土の方ですかということで、そうですね、本土の方、そうですね、熊本県出身ですね、はい、ちなみに沖縄で住んだことはあるんですか、はい、いや私あの、3月31日に沖縄市に入ったんですけども、はいはい、それがあのとにかく沖縄に来た初めてということで、うああそうなんですか。何度も 来ようとしたんですけどもそのたびに天候が悪かったりとか何かしらのあの妨害が入りまして仕事が入っちゃったりとかですねそうなんだいうちょっと悲しい事情がいっぱいありましてでも本当に初めて3月31日来まして最初すごい暑いなと思ったのが第一印象ですね。なるほどはい そういう上田副市長ですが、もう泳ぎました？まだ泳いでないですね。あの人の波で泳ぎはしましたけど、あれうまい面白いな。うまいですね。いや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 。上田副市長えっとですね、ツイキャスとかユーストリームで見ていただいている方はちょっと見えると思うんですが、お顔ですね。非常に若い。はい。おいくつですか？ あの35歳でも今度来月というか今月ですね今月にはもう36歳になります、はい、おおいつですか5月の24日です、ね、5月の24皆さんはいはい、はい、ぜひぜひ何の宣伝をしちゃったなるほどはいもう本当に若いなと僕はあのー、ちょっと外で、うんつえー、なんだっけこれスマホいじってて、うん、上田さん撮ったんですけど <laughs> まあ まさか違うだろうなと思ったら、<laughs> まさかの副市長だったっていう <laughs> 感じですが、うん、その、この、総務省にいらした、はい、ということなんですが、はいはい じゃもうそちらは辞めてきたっていう形なんですかあの総務省問わず、ですね、はい、あの国から地方公共団体に出る人間っていうのは、基本的に辞めてから、国家公務員を辞めてから、うんはい、地方公務員としてそれぞれの自治体で採用されるという形を基本的に取っています今回、ですねまたその副市長になったきっかけというか。きっかけは何なんなんでしょうね。はい、あの私も総務省の人事に <laughs> 呼ばれて、いや、あの、君、今度、沖縄に行くことになったからよろしく結構、そんなもんなんですか、毎回そういう感じですね。なんか、例えば、こういう話あるけど、どうだいとか、そういうのでないんだ、なんとなく怪しい雰囲気はしてましたけども、なんか、飛ばされると、大体、どのタイミングで、なんていうんですかね、次のポストに行くっていうのが、みんな、このタイミングかなっていうのがあるんですけども。 そのタイミングでなんか人事の方が呼んでいるというような話がありましたので、怪しいとな、何かしら、まあ、移動があるという感じ、ね、そうですね、はいいや。移動っつっても、こういうなんていうんですかね、沖縄の総合事務局に行くとかではなくて、はい、いきなり沖縄市の副市長じゃないですか、そこはちょっとびっくりしましたね。ですよね。うん、はす、い、まあすごい待遇、待遇まあ、いいか悪いか別として、すごいですよね。りですね、うん、本当にその 大体私ぐらいの年次の総務省の同期なんていうのは部長いやあの県のですね課長級で今行ってたりとかですね帽子では副市長やってるのもいますけどやっぱりいらっしゃるんですねいますねはいなるほどこれ上田さんにこの白羽の矢が立ったのはなぜなんですか真琴さんうんやっぱりあねちのほら市側のね要はあれですよね あの市長の、はい、あ公約である加えビジョンを推進していくためにはやっぱり中央とのイパイプも必要という観点からうん、うん、前々からあの沖縄市にぜひ国の職員を送り込んでほしいという話はあったんですよ。はあ、それで今回、上田さんに白羽の矢が立ちましてこれからどんどん加えビジョンを、ねはい、進めていくという。 市長の意気込みですね。なるほど。の表れたと思いますよ。うえ、んうん、さんじゃ若手のホープだったって感じですかね。どうなんでしょうね。<laughs> <laughs> ちょっとわからないですね。自分から言いにくい。どうなんでしょう。ねえ質問やっぱりいっぱい来てますね。すごいですね。関心高いですね。関心高い。メキレコ好きの伊能さん、県庁に総務省から来られる方みたいな感じですか。ああまさにそんな感じだと。なるほど。いう感じですね。総務省にまだ本籍があるわけじゃないんですか本籍というよりもそれこそ一応国家公務員は退職してきてますんで。いつも あの採用された当時なんかも言われましたけれども、ことば、なんていうんですかねあの、ちょっとした約束だけの関係だねみたいな言われ方をするんですよね。 帰ってこれるかなとか。帰ってこれるか怖そういうことを言われたりまあ、ちょこ、そこが痺れるというふうなことをおっしゃってた先輩もいて。なるほど。痺れるう、まあ、あの、痺れる。痺れるというか、そこの、まあ、そこに行って、きちんと仕事してこいよと。あ、なるほど。要するに、その、紐付きなんじゃないんですよ、ということで。 ええー、おっしゃってたと思いますね。まあ、その方がいなくなっちゃって、参議院議員になっちゃったんですけど。あ、面白いですね。すごいその紐付きっていうのは、ごめんなさい、僕らみたいな。 からない人にちょっと説明して要するに、例えば、戻れるわけじゃないってことですよね必ずしも戻れるわけではないと、だから、例えば本社、例えば普通の一般の民間企業なんかでも、本社、支社の関係で、本社からの命令で、地方の支社に来ましたとれではなくて、地方公共団体自治体なので、違う、全然違う主体に、今、職員として採用されたので、そっちにきちんと尽くしなさいよという趣旨だと思うんですけども。 出でではないんですかまあどうなんでしょう、あのそういうこと、先ほども言いましたけれども、はいうん、同期も含めていろんなところに行ってますので、役所に入ったときから、地方公共団体で勤務することが多いよというふうに言われて入ってますので、うんうん、そうなんですかるほど。 いるんですねそうですね、それこそ先ほどコメントにもちょっとありましたけれども、総務省、昔の総務省、郵政省、自治省が合体して、できた2001年できた省庁ですけれども、いわゆる旧自治省というのは、そういうキャリアパスを積んできたとういうところはありますので、なんか、今日あれだね、不思議に思わず、真面目な感じでね、人柄ですよね。な ど、ね、ういったか上田さんじゃあこの沖縄に行って、まあ、沖縄市の副市長やるよって言われた時はどう思ったんですか率直に「マスカや!」みたいな率直に「まさか」ですし、うん、特別職かよみたいな感じですよね,、うん、ねやめてくれとは思わなかったんですかやめてくれっていうよりもああ来るべきものが来たかみたいな, <laughs> なああそういう感じなんだす,すんなり。うん もともと先ほども言いましたけどもいろんな地方に行って仕事するよって言われていたのでうちの先輩後輩も含め早く地方出たい地方出たいって言ってる人が多いんですで私がこの前の勤務地が先ほども言いましたけど徳島市役所だったんですけどもそこで2年ちょっとで国に戻りましたのでもう1回ぐらいいけるよねって思ってたんですけど少なくとも直近でですね まあそれであの沖縄はないのかなと思ってたんですよ、それこそ後輩が先ほどのコメントにもありました、県庁の課長級をやってましたので、それ以外のポスト、それ以上の年次で行くポストがこれまでなかったので、ないんだろうなと思っていてですね、うんうん、行きたかったんだけどなと思っていて、候補から外したもんですから。はいはいはい 沖縄良かったですね良かったんだいやちょうど実はこの3月の初めぐらいにとうとう花粉症になりましてこれは死んだと思ってたんですけどもいや本当にもう辛かったんですけど沖縄と聞いてとにかくこの大体3週間前に引っ越しの内縁が出るので3週間乗り切れば花粉症から逃れられると3週間しかないんだ沖縄では花粉症ってならない とりあえず今のところ全然大丈夫です。ね、次が、次ね、次の近くに、ねああ。あるんだけど、少ない。日本みたいには。今度じゃ次の近くに、ね。ちょっと噛んい。<laughs> どんな反応するか見てみたかった。誰かあ。花粉症の人。なるほど。本当ですよね。うん、僕らは全然ないんで。もう単純に鼻水ー出してる感じ。そういう。うん 私もだから初めてだったので、はい、<laughs> なんじゃこりゃっていうふうに思しましたね,ねなんじゃこりゃですよね三毛猫好きな犬さん任期はどれぐらいなんですかって来てますねあっ任期ですねあの、はい、一応そのお言われてますのは2年ということで言われています、うんうんえー、刑事さん麻生さん青森は好きですか 青森も全然飲めますし米のお酒なので米の醸造酒ですよねインディカ米とかジャポニカ米の違いありますけど熊本って米焼酎なので全然大丈夫ですね割とお酒は好きな方ですか飲めなくはないですけどだいぶ弱くなったというのをこの間実感してですねまなのにいいややもうちょっと 東京の生活くなかったと思います沖縄来たらでももっと飲むんじゃないですかちょっとどうなんでしょうねもっと弱るはず弱るはずもっと弱るちょっと健康になりたいなと思ってるので沖縄でですねいや逆になります逆いや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 食べ物もね食べ物ジャンキーなのも多いからねそうそうそうアメリカ文化ですから気をつけてくださいね 寿命が延びるように頑張ります。そうですね。損傷、はい、戻れないかもしれない。変なこと言うな。そうですよ。す別の意味ですね。それね。困りますよ。ん。んはい。でそんなえっ、ー、とまあ沖縄市に来るってなった時にその沖縄市のことはどうこう聞いていたというか沖縄市について聞いていたといっても、はい、まあそもそも そこからウィキペディアでまず調べてっていう一番最初にやっぱり思ったのが地域が大きくないなと49キロ平米そうですねはいはい毎年前いた徳島市も191キロ平米だったんですけどそれで25万ちょっとぐらいいて人口密度高いなと思ってたんですけど沖縄市もっと高いじゃんというのがまず第一印象だったですね市町村の単位が小さいですからね沖縄はそうですね ど,どこ行ってもね狭いし、ねうん、はいでいろいろやっぱり沖縄市ってやっぱりねあの県内の中でも結構個性的なんですようん、うんうん、その辺りはどうですかもう来てまだ間もないですけどまあそうですね濃い人がねいっぱいいるんです <laughs> まあお会いした方はすごくあの個性的な方が多かったっていうのは <laughs> あの事実かと思いますけども <laughs> これは色が黒いだけです <laughs> <laughs> 何にも言わないのかね <laughs> いやいや、色が黒いんだけど、<laughs> <laughs> まあ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 ,まあ、うん、印象的にはどうですか、着てみて。まあどう結構、まだ役所の中にいたりとか、いろんなその関係団体とかを回っているの中心なのですごく街に出たっていう感じのあれではないんですけども。はいはいはい まあなんかそれぞれいろんなあ面白いものがあるなというのは思いますけどもね。ですよねはい。あの割とゲート通りとかも個性的というか、うん、アメリカっぽい感じでなかなか他では見れないところかなと思うんですけど、ねうん、テルリン祭の時なんかもこっそり横から覗いてたりとかしてたので。あそうなんですか。はい、どうでしたテルリン祭すごいんじゃないですか。いやあ,あんあんなにこう人いっぱい集まるんだん。ねここでしかも、はい、ね。うん ちょうど、ね、<の>交通もそうき止めちゃって、面白かったですね、はい、雰囲気とかもいいと思いますが、はい、えっとですね、ちょっとね、密ー猫好きの犬さんが、ですねこれはどうなんでしょうか、副市長にちょっとぶつけてみましょうね、嘉手納基地の開放日でエアショーとか自治体側から働きかけできないですか、県外から多数の来場者でかなりの経済効果が見込めるかと思いますがってきてますが。 どうなんでしょうね、なんかやり方があるんですかね、<ー>こういったのは、どうなんですか、若狭さん。ん副市長が。副,まあ、副市長がというか、うん、そうですね、沖縄市として、どんなかね、基地にお願いする、エアショーエアショー。うん、できないこともないんじゃないですか。市が主催っていうのはも,もちろんできないと思いますけど、うん まあ、那覇の、ね、自衛隊の基地なんかではやっぱりエアショーをやったら結構人が集まるからうん、うん、そういう意味ではイベント的なことで打診はできるんじゃないですかあのあくね独立記念日にフェスティバルやってるじゃないですか、うん、その時にやってちょうだいとかっていうなるほど提案はできるのかなと思いますけど、ね、はい岩国の海兵隊は派手なエアショーやってますよって、うん、おお<ー>そうなんですね、うんうん、仲いいんじゃないの ななんでもない <laughs> 沖,縄の沖縄の特殊事情じゃないですかそうですね、はいえー、そしてきなっこさんこんばんは副市長メイレ、めしさおれいきなり個性が濃厚な小座にいらしたんですねもうなじみましたかということそうですね、す馴染んだかと言われると、うん、まだ馴染んでないんじゃないですかね。<laughs> えー そうですね。うん、というかやっぱりその交通機関というかですね、うんうん、私今あの持っているのは自分の足と自転車ぐらいでして、うんうん、プライベートでちょっとうろちょろできてないんで,ですけというかまああんまりプライベートが今なくて大体、うんうん、土日も仕事がどっか入ってたりとかしてるので。うん 今は仕事的には具体的にどんなことをしてるんですか一応、ですもともとお任せをされたものとして市長の公約でもありましたけれども、はい、あの多目的アリーナの、まあ、整備とか、はいはい、子どもの国の整備拡張事業とか、うん、あとここの330の拡幅、うん、他か、まち、あ、づくり全般みたいなところが、まあ、一応、所掌だというふうに言われてますけども、うん、結構重要な。 難しいですよねはい割とこうがっつりですね割とがっつりきましてはいあっちゃーみたいなね頑張らなきゃいけないじゃないか総務省にいた頃より忙しいのどうですか忙しさっていう意味では質が違うんじゃないですね。人に会わないといけないとかそう多分人を動かさないといけないからねいっぱいいろんな人にお願いをして回ってっていう形ですかね えー、三毛の子好きな犬さんからまたコメント来てますね、死体だと難しいかと思うんですが、うん、交通渋滞をどうにかしてほしいっていう、うんうん、そういうのを感じてます、渋滞のこととか、聞いてますか渋滞の話はなんかいろいろ話に出ているのは聞いておりますけども、どうするんですかね、その交通渋滞、うん、何が渋滞を引起こしているのかっていう、うん、ところが。 まあその事情さまざまだと思いますのでそういったものをうまくマネージできるのかどうかですよね、その市,の例えば市のイベントで何かやってるんだったらそれは市のほうでも何らかできるでしょうし、うんうん、あるいは他の団体とかでやってるとか何かあるっていうんだったら、はい、あそこはそこにお願いをしなきゃいけないでしょうしという感じになるんだと思いますけどね。うん、どこのの話はあれですよね今先ほどおっっしゃってたの克服とか である程度はやっぱ改善されるはずなんですよ、だけど広くなって便利になったらねまたあっち通りやすいよってって余計渋滞する可能性もあるし、うん、だから県民がね、うん、まあ、端的に言うとやっぱり自動車社会なので、うん、車社会だからうん、うん、その辺も一緒に脱却していかないといけないですよね、多分道路だけやってもまた同じようになる可能性もあるし。 車便利ですからね。難しいね。難しい。暑いし。暑いしね。<laughs> ね、ね、もう<ー>まあまた夏になったら50度ぐらいになりますので。うん、50度ぐらいです、ね。<laughs> あと20度 <laughs> 逆に沖縄ってその夏はそんなに暑くならないですよていう風うに説明を受けたんですけど。冗談です、ね。冗談です、ね。<laughs> いや初めてというので。知ってるから。暗い色になります。<laughs> なるほど。黒くなります、ね。はい。 そうそう、あのね、沖縄の方が涼しいらしいですね、最近は。まあそうですね、東京ひどいですね。しかも長野に来た子供たちが、沖縄涼しいって夏言いよったんですよ、長野の方がずっと暑いって言って、今だから逆転してますなんか38度とかなるですって、大変ですよ、京都とかも暑いんじゃないですか、普段はね。 どうなんですか <laughs> あまり熊本にいないから。熊本はものすごく暑かったですけどね。ですよね。はいという感じで、えー、CM の後はですね、ちょっと、えー、となんていうんですかね、沖縄市のことについて、またいろいろと聞いていきたいと思います。それでは CM を聞きください。すみません、じゃあ私はこれで失礼します、はい。またよろしくお願いします。ますどこ行くんですか いや、ちょっと人をあちこちに連れて行かないと。ちょっと一回電話していい？<laughs> えお送りしております、捕獲問わずでございます。時刻は6時31分を回ったところでございます。今日はですね、なんとスペシャルゲストで、そうですねさっきからもうちょっと、いいにしてくださいね。新しく副市長になられました、上田副市長にゲストに来ただきていただいております。 CM の間もねちょこっと話したんですが <coughs> 上田さんは独身独身ですね<お><お>親から早く結婚しろと言われてますけど相手がいないので相手もいない相手いないですね募集中ですか募集中なんでしょうねきっと <laughs> 副市長がラジオで募集しちゃっていいよったよ今 <laughs> いやいいですねやっぱりね若いっていうのがすごいなと思って、うん、いろんな子の可能性があって 俺すごいいいこの何人生っていうか、うんうん、そうだよねやっぱりこの年で副市長とかってなかなかいないと思うんですよ、うん。まあ、まああそ,、ね、それでこうガッて送り込まれてるしかもね割とさっき聞いたら重要なえことを、はい、与えられてるというか、うんはい、やりなさいって言われてるじゃないですか。 なので、すごい期待を持てるなと思うんですが、合わせて、その、まあまあ、えー、皆さん、独身ということで、しかも今募集中なので。<laughs> ぜひ皆さんアタックしてください。<ー>はい、ハニーカラップ?。ですね、かけたいと思います。うん、次もあの、沖縄に骨を埋めていい、ね。<laughs> 簡単にかからないでください。<laughs> さいやいやいや、はい。じゃ、あよろしくお願いします。親は喜ぶでしょうね。<laughs> <laughs> はい、ということで、あのまあ、今、多分ね、もうまあ、4月からだから、1ヶ月ちょっとしかまだ経ってないので、うんえー、今からだと思うんですが、その沖縄市について、いろいろとこれから、今、勉強中でもあるんですかね。ねはい、勉強中です、はい、という感じなんですけども、その沖縄市をいろいろと調べたりもしているとは思うんですけど、はい、その魅力的なところとかっていうのはありますか 魅力的なところですよね先ほども言いましたけどいろんなところに挨拶に行ったりとかいろんな方の話を聞く中ではい、はい、やっぱりそのおこのコザの文化っていうのが音楽とか、うん、あそのアメリカジックなあその異国情緒あふれると、はい、こういったところが魅力なんだということをおっしゃる方が多くて、うん、まあ市長なんかもそういった話をされることも多い 飲み会なんかで話をして,てですねうえこういうところはいいって言うんだよっていうような話も聞いたようにしますけどもそういったところが一つやっぱり歴史を感じさせるところがあっていいんじゃないのかなと思いますねあの実際にライブとかはまだ行ってないですかああの某ライブハウスに行きました連れて行かれまして、うん、ましどうでしたかいやあのすごかったですね濃い濃いですね濃 <laughs> <laughs> い,い,いです濃いもんね大体 <laughs> いいね、うん 薄いところないっすよね。ないですね。ね。こう、当たり前な感じがないよね。ああ。逆に、その、連れて行ってもらわないと、なかなかそういうところまで行けな行けなかったかもしれないですね。一人で、例えば今、お一人じゃないですか。一人では絶対入らんでしょ。そうですね。なかなかちょっと。 あの、結構引きこもり体質なんでですね。<laughs> なんかそんな香りがしたそうで。<ー>いいねあの、私、フランスに留学したこともあるんですけど。マジですかあまりも寒かったので、本当に家から出なかったですね。フランスでは。フランスで。マジですかたまに暖かくなると出てましたけど。フランス語文字はペラペラ。ペーラー、当時ペラペーぐらいまで行きまして。うん、はい。 今ペラ行行くかかかかないかぐらいじゃないいいぐらじゃですかね <laughs> 忘れるんだね忘れていきますね面白いですねあのー、まあそんな感じでえっ、ー、と今からまあ馴染んでいく感じかなとは思うんですけど、はい、このさっき言った事、えー、業いろいろ抱えている事業について、はい、そのまあこねえていこうとかっていう、うん、そのまあビジョンではないですけどやり方というか、はい、そういったのはもう なななんんとなく見えてるものなんですかまああのそれぞれこれまであのいろんな取り組みを、はい、市としても進めてきているところではあるのでそういったところをうまくうキャッチアップしながらというところがまず一番最初やらなきゃいけないことかなと思ってますけどもまあ当然あの国から来ているということでいろんなそのお国の担当者、うん、知っているのもいますし、はい、まあちょっと手を伸ばして、えー、紹介してよと言って。 え担当者紹介してもらってるのもありますしまあそういったところの自分がもともと持ってるなんていうんですかねアセットというか財産というか人脈みたいなものをまずちょっと自分の方で掘り起こしをしているいう感じでまあそれとそのこれまでの沖縄市でやってきた取り組みあるいは地域でやってきた取り組みあるいは関係者の人がやってきたこととかどううまく接合していくのかないう っていうところがまあこれからやっていくことなのかなと思ってますけども、うん、ああなるほどね、はい、そのまあ具体的な予算とか、うん、はいそういったことですかねもちろん予算も含めてですね、うん、まあ結局その、まあ、例えばアリーナの建設に限って言えば、はい、当然アリーナ建設するっていうことも大事ですけどもうん、うん その後運営をしていくっていうことがまあ大事になってきますので、はい、そのあたりどういった形でやっていくのがまあいいのか誰の協力を得るのがいいのかっていうところを考えていくっていうことなんだと思いますけどねちなみに子どもの国はどんなですか僕前、ね、子どもの国とっても期待してて、はい、はい、ども、ね、の国もあのこの間市の方で基本計画みたいなのをまとめたというところがあって。 えーまあ、そういったものが、まあ、あるということはもちろん大事ですし、はいはい、これもあのこの間あ、まあ、子どもの国にちょっと行った時にこれまでの子どもの国の位置づけってのは何なのかと教育の施設でもあるし、はい、当然それを通じてまあ沖縄に唯一あるまあ動物園という形になってますそういう当然教育的なあ施設なあのは間違いないしそこでの,その子どものなんていうんですかねその 生育というか成長をつうやっぱり親御さんからするとあるいはその教育の方からするとまあ連れて行きたいっていうのがあるのでそうするとやっぱり来てもらわなきゃいけないですよね施設の側からするとそういったまあそれは大きく言えば観光の観点でしょうしまあそういったところを。 まあすでにある財産をじゃあ新しくどう価値づけをしていくかとうこういう観点が必要になってくると思うんですけどまあそれでまあ桑谷市長なんかも五感を刺激するとかですね、うん、日本一ユニークなという表現をされてますけども、うん、そういったものにまあ一つずつまあ大きなことっていきなりできないものですからまあ一つずつやれることを着実にやっていくということかなと思いますけども、うんうん。なるほどどうですかさん、うん しっかり考えてらっしゃってありがたいですね。しっかりしてますよね。いやいやいや。どう思いますしっかりしすぎじゃない多分2年後にはおかしくなってると思います。なってますかねなってる。今よりは、いい意味で。今よりは、ちょっとね、砕けてると思います。ちょっとまだ砕け落ちると思いますよ。意外と砕けてる感じがするんだはい。 がんがんってるね。飲みに行きましょうか。はい。そこでもちょいちょい続いていきましょう。はい。健康状態を良くして。そうですね。ええまたまた三キネコ好きの皆さん、中古スクワンコにもっとクルーズ船の誘致をしてほしいです。そうですね。はい。そのあたりはなんか関わってます。ああの関わっています。はいはい。でまあ。 今回その新しくクルーズ船あの市長なんかも非常に頑張って、はい、え呼んだと、うん、いう形になってますけども、はい、まあもちろんその今後来ていただくためにも、はい、いろんな環境の整備はしなきゃいけないし来てもらって何をしていってほしいかですよね。そここですよね、はい、来たからっ,つって結局この辺に、うん 観光資源がないとあんまないですからと誰が来るかにも当然よるのでそのこの間歓迎式をやった時は中国・アモイから来た船と横浜・神戸から来た船1日ずつ歓迎会ありましたけれどもじゃあアモイから来るとなると外国人の方という形になりますけどこの人たちが何をしたいのか何をするのが彼らにとって得になるメリットになるのか。その そことうまく我々が持っているこのアセットをつなげていくっていうのはまあ大事になってくると思うんですけどあるいはその国内の方ですよね国内の方が来るんだったら多分こういったその面白いと思うんですよねこの風景にしてもその夜の小座の音楽とつながってなんだかちょっとあの なんんていうんですかね色気のある怪しい,ないう荒しそうところっていうのは魅力になると思うんですけどなかなか今クルーズ船も夜お船に戻ってまた次のところに行かなきゃいけないみたいなところもあるんでそういったところがまあ昼まず来て面白いで夜もいたいと思っていただけるようなあ何らかあプランというかアイディアっていうのは必要になってくるんでしょうね。そんな感じでちょっとね今、まあ 掘り下げているというかその掘り起こしている段階だと思うんですがえ沖縄市が抱える課題とかっていうのは何か見えてますかすぐ見えてくるものではないのであれなんですけれどもまあ全国自治体まあ多くのところが抱えているのがやっぱり中心市街地がまあ厳しい状況になっているともうこれはもう全国的に厳しいところが多いですよね。いろんな 政策を、まあ、政府も打ってますし各地方公共団体いろんな取り組みをやってますけども、はい、おなかなか苦戦をしているというのは実情だと思うんですで特に沖縄市の場合、まあ、これは沖縄県、うん、那覇を除いて、うん、えと思いますけどやっぱ公共交通というのは強くない一番最初に、えー、那覇空港に着いた時も、はい、迎えに来てもらわなかったら、はい、多分ホテルまでたどり着かなかったんじゃないかと。うん そんんなな感じなんだ<ー>、ね、こういう状況だったもんですから<ー>いや、ほっとしましたね、迎えに来ていただけると聞いて、<ー> <laughs> 正直言って。<laughs> そっか、向こうはもう、案内がすごい出てますし、電車とかバスとかでもね、はい、バーで行けますもんね。 どこでもね行けるからねほとんどねバスってやっぱり難しいところがありますよねそのどこで止まったらいいのかが分かりづらいとかね土地勘ないとねはい止まったところからじゃどこを次に歩いていけばいいのとか一回乗り過ごしちゃったらどうするのとかですねあ一万円札しかなかったとかあなるほどそういったのがあってそうですねこの間もそれやらかしちゃったんですけど <laughs> 大変ですね、はい、じゃあそういった感じのその何て言うんですかねインフラっていうんですか、うん、交通インフラとかも、うん、やっぱ課題の一つまずあのー、県全体の課題ではあると思いますね沖縄市の課題とかってもっとありますか沖縄市そのものになってくるとどうでしょうねちょっと観光の話がよく出るんですけどそうですね、あのー よく聞くのがその西海岸を通って33番通りませんで、えー、沖縄市そしてうるま市のあたりは素通りですというのがこれまでお会いした方がよくおっしゃるフレーズですけども、はい、まあそのどう引き付けていくのかっていうこともあるでしょうし観光っていう面ではそうなんですけどじゃあそのおこの辺り中心市街のところに、うん、普通のお沖縄市の方も、はい 来てくるっていうのが大事なんじゃないのかなと思いますよねまあ、はい、フラッと寄れるというかですねそこからですよね,ね, <laughs> ねそうしないことには観光客が来ても多分楽しくないと思うんですよ沖縄人が行かないのにいかんでしょ、ね、いかんいかん、ねうん、あとはそれこそさっきお話にあったディープなところが多いので えーまあ、某ゲームじゃないですけど、ええ、いやレベル1の観光スポットはこことか、うん、レベル10ではこことか、ね、レベル20転職しちゃって違う方向に行っちゃったりとかっていうのは、まあ、あってもいいんじゃないかなと思いますけど。ね、どうででですすすかかか面白いいいいんんじゃななゲーム式いいですね、うん、なんかね <laughs> なん 転職しちゃうそろそろするね2年後だね <laughs> あご自身がねまずね <laughs>、はい、まあでもほんに大体2年ぐらいごとに引っ越しをして全然違う仕事をやったりしてるので、うん、本当にまあ就職してからずっと転職してるみたいな感じですねああ、うん、これもう2年って決まってるんですかそれはそういうわけじゃないんですけども伸びる可能性もあるも、あのー、この 沖縄市の副市長ポストの2年は 2>、はい、あのもう2年経つと何があるかっていうと、うんはい、沖縄市長選挙があるのでなるほど、はい、じゃあ市長がもう一回当選したらまあ可能性がないわけじゃないと思いますねまらしいですよ大変ですね本当にまあねあの目の前の仕事を頑張りますと, <laughs> というお答えになるんですけど <laughs> 本当ですねなんかこの2年間でなんかノルマ的なものあるんですか まあノルマというか任されている任務が大きいのでそこがまず、とにかくやるっていうことだと思いますねうん、うんど。どこまでやれとかっていうそこまではない,例え,ば、まあ、いや例えば物理的にあのすぐアリーナこんな作って出しなさいよっては無理なので。そこの いずれかの段階で建設ができるように、そのま環境なり。大整備をしていくっていうことが、まあ仕事なんだと思いますけどね。なるほど。いや、すごいね、面白いですね。いや、なんか初めてプロジェクト関係タッチするので、結構あの新鮮ですね。そうですよね。はい。楽しいんじゃないですか。いや、前は本当に、前というか、これまでずっと。 査定をしたりとか徳島市では財政部長してたのでいろんなプロジェクトが出てきたりとかして「はははははダメって言いながら「もうちょっとこの辺詰めて」っていうふうに言ってた方だったんですけども、はいうん、厳しそうですもん、ね、まあ逆に今度自分がそういうことをやるっていうのは、うん、<laughs> まあ,あの面白いですけどね、うんうん、自分がその時じゃあ他の人から見てこれをやって 合理的なのかとかとですねもっと他の手法があるんじゃないのかっていうのを一人の中一人二役じゃないですけどやっていくっていうまあだから引きこもりになるんですけどちょっと暗い感じですね。はいいですね。うん、ええー、真さんから何か期待することはありますあのー、ラジオで言ってあれかかんないですけど <laughs> まあまあた例えばですね何かしらのプロジェクトがあって <laughs>、はい、まあ一見うまくいってると。だけど 例えば現場から見たらこれはちょっと本当は筋違いの方向に進んでいるよっていうのがあったと仮定してこれを軌道修正とかも副市長の権限と言いますかこの所掌をする事務の中に入ってくるんですかね。なんていうんですかね方向性を是正するとかっていうことですかとにかくその現場がどう思っているかっていう話とやりたい ある意味でそのおまあ今おっしゃってるのと話こういうものがあってここではまあ,あんまりうまくいってないんだけどうまくいってるっていうレッテルを貼ってあるというような話だと思うんですけどまあそこはまあよくこれマネジメントの多分一環だと思うんですけどまあ実情をよく聞いてまあやっていくって っていう、まあ、基礎的な基礎ですけど、うん、結構そこをお、まあ、や,やるの難しいんですよね、うん、一個一個人の話を聞いていってみんなあのやっと本当に楽しくやってんのかとかですね、うんえー、やりがいを持ってやれてんのかとかもそうですし。うんうんうん でじゃあそれで本当に相手が喜んでいるのかっていうのも分かんないのでそれは結構腹割って話すしかないのかなっていうことででも腹割って話すにも本当に僕もポンときちゃったので。 しばらく時間がかかるんだろうなとこうう、まあだからまずこんな機会をいただいて、ね、自分の考えをちょっとお話をさせていただくというのはありがたいと、はいうことですよね。じゃあもう、しょっちゅう呼びますよ。スケジュールがうまく調整がつけば、お願いします。はい、ということで、えー、お届けしてますが、また難しい質問が来ましたね。<laughs> 三毛の子好きな犬さんそういえば行政でも PDCA の概念ありますか公共福祉は影響が大きいので民間のような PDCA は難しそうですができてますが意味が分かんないですまああのプラン・ドゥ・チェック・アクションの4項目でずっとその、うん、そおいろんなプロジェクトをまし、まはい、回していく時のお ありますけどの PDCA サイクルを回していくっていう、はい、言い方はかなり行政文書の中にも出てましてただおっしゃってるとそり影響が大きいっていう話もあるのでそもそもチェックがどこまでできるのかとかですねっていうところはあるんですけども、うんまあ、そのためにいろいろ統計を取ったりアンケートをしたりっていうのをやってるんですけど実際その。 おまあ、これまで関わってきた仕事も含めて、はいえー、やっぱりその実情を探るっていうのは一番難しいんですよねはい、はい、先ほどのプロジェクトのレッテル張りの話もそうなんです,、ね、そうなんですじゃあみんながみんな払割ってくれるわけでもないのでそこをうまく想像しながらっていうこと気になるんですけど。うんうん まあ、形だけ回すのってすごく簡単で、それこそ、我々書類作るの得意なので。ええ、すぐ作っちゃったりとかするんですけど、じゃあ、実質が伴っているのかどうかっていうのは。あの、本当に、それぞれ、なんだと思いますね。なるほど、はい。あの、風穴開けてほしいですね。そうですね。そうなんですよね。なんか、このチェックの C の部分が。なかなか。なあなあと言いますか。そういうのが。 よよく見えるんですよ、はい、まあこれでも行政に限らないところもありますよねもちろん行政もアクターが限られていたりとかするのであれなんですけどまあじゃあ,あの僕はこういうのもあれですけど民間企業でそういうのがないかって言われると、まあ、いろいろ事件もあったりとかして出てくるわけじゃないですかはい、はい、そこはまあ何、うん、ていうんですかね行政民間っていう区分けというよりもやっぱりその仕事をする上でうん、うん、どこの世界にも普遍にあるような話で。うんうん でそこをうまくうマネージしていくっていうのが、まあ、どんのまあもちろんいろんな文化に合わせてですけど大事なのかなと、うん、これはそれこそフランス行った時もみんなで言ってましたね、うん、難しいよねっていう話をですねはいはいはい、うん、まあその辺本当にええ真渕さんもね一緒にこの同世代ですからねはいドカンとほ<う>やりましょうかほ、はい <laughs> やりましょう <laughs> はいぜひお願いしたいんですがええー、まあこの これから上田さんがいろいろとですねその、まあ、ことをなしていくというか、うん、やっていく中で、今、一番大事に考えていることって、ですか、ね、そうですね、いろ、うん、んなつながりを作っていくってことかなと思いますね。もちろんその今回 国から来てるっていうので、ね、国とのつながりをきちんとっていきましょうっていうのもありますしやっぱりいろいろなところを今回来ていろ、えー、んなお話を聞く中で一つ一つの取り組みはすごく面白い施設も何だかすごいものがあるで何だか面白いことやっているじゃあこれがその、まあ、皆さんおっしゃるのがなかなか次のところにつながっていかないんだよねとかああいう声をよく聞いたので。はい まあそういうところってでもなかなか何て言うんですかねインナーの人たちだと、うん、そのつなげるのは難しかったりするであるじゃないですか自分がどこまでできるかっていうのはありますけど、うん、結構ですねそのいろんな人にも来てもらいたいなと思っていて、うん、で今町づくりで学生を使ったりとかですね,、うん、ねっていうことをやられてる先生も多いですから、うんまあ、そういったところをんも知ってる先生もいるので。うん ご相談させていただきながらいろんなつながりを作っていければなと思ってます、うんはい、なるほどエンディングです素晴らしいタイミング、ね、素晴らしいはいほん、えー、にあのー、なんていうんですかね全くとは言いませんがほとんど沖縄市に、えー、関わってらっしゃらないで来てるということで、うん、本当に味方とかも新鮮だと思うんですよなのでそのあたりでまあ外の力といいますかそういったので 本当にガツガツやっていってほしいなと思います,思いますどうですか真さんもうおっしゃる通りまっさらな気持ちでですね、うん、もうぜひ客観的に見ていただいてこれがおかしいっていうところはどんどんばっさりしていただきたいなと <laughs>、はい、な,なかなかね僕らでもやりにくい部分があるからねありますねしがらみがあるしねただ、うん、FM 講座はやめてください <laughs> <laughs> バッサリは。やめてください。はい。よろしくお願いします。<laughs> 頑張ります。結局、こんなやってね、できなくなっちゃうんだよね。うん、そうね、うん。まあまあ、でもね、上さん、本当に、あの、いろいろと期待していきたいと思います。ししますそして、またぜひ、出演してください。はい。3ヶ月に1回ぐらい。3ヶ月に1回。1> はい、<laughs> 1> ここでね、あの、 うさば、うらさ、憂さ晴らししてください。はい。みんな聞いてるけどね。ものすごくオープンにうさばらし。ぜひぜひ。よろしくお願いしますて。頑使って頑張って。気を使って頑張っていきたいと思います。そうですね。はい。ストレス解消になりますから。飲みすぎも良くないですよ。飲みすぎは良くないですね。たまに気をつけます。もう行きましょうね。そうですね。あと一番ハニートラップ気をつけてください。はい。頑張ります。気をつけます。いいですか。はい。 はい。えー、捕獲問わず以上です。今日は本当に、えー、上田副市長、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週お楽しみに。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございました。